未来从辅导开始。距离东京200公里以内的福岛县，以面积为全国的第三位为荣，大约有200万的人口生活在那里。而且福岛县东西横向辽阔，分为滨通、中通、汇津三大区域。太陽の恵みをいっぱいに浴びて、たわわに実った真夏の宝石、果物王国福島が誇る旬の味覚です。吾妻連峰のふもとに走る全長およそ14キロの道はフルーツラインと呼ばれていて、多くの果物の直売所が並んでいます。また福島県ではさまざまな品種の桃が栽培されていて、7月から9月にかけていろんな味の桃を楽しむことができます。2012ミスビーチキャンペーンクルーの斉藤めぐみです。本日は桃の収穫の最盛期を迎えている丸生果樹園さんに来ています。それでは早速桃の収穫の様子をリポートしたいと思います。行ってきます。丸生果樹園の佐藤さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さん、桃の収穫は何時頃から行われているのですか？はい、桃の収穫は朝の5時半くらいから収穫が始まっています。早いですね。早いのが農家の特徴です。これは何という種類の桃ですか？これは暁っていう種類です。暁は福島で一番代表的な桃で、非常に味が濃く色も綺麗で、はい、柔らかくなるととってもジューシーな桃なんですよ。今年は特に天気も良かったんで、すごく甘くできております。それでは桃の収穫の仕方を教えていただけますか？ぜひやってみましょうね。はい、はい、早速桃の収穫に挑戦する斉藤さん、佐藤さんに熟した桃の見分けるポイントを教えてもらいました。ああ、意外と簡単に取れました。佐藤さんにお話を聞いてみたいと思います。この事故の影響で確かにお客様的には非常に減ってしまったなと、やれることは何でもやっていこう、前向きにやっていこうということで、これは福島全体の取り組みでもあるんですけども、昨年に関しては冬場に樹木の除染っていうのを行いました。これによって果物の線量が下がるっていうことで、実際に今年になって測ってみるとほとんど検出されないくらい下がってるんで、安心して食べていただけるような状態になっております。作ったものを自信を持って販売するようにしていきたいと考えております。私たちも佐藤さんの愛情がたくさん詰まった甘くて美味しい桃を全国の皆様にお届けしてまいりますので、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。さて、それでは私が桃の美味しい食べ方を皆様にご紹介したいと思います。その1、桃の甘い部分は皮の近く。その2、桃は冷やしすぎないこと。その3、桃を食べるときは大好きな人と一緒に。佐藤さんが桃の切り方を教えてくれました。種に沿って水平にナイフを入れると、簡単に2つに切り分けることができました。福島県の桃は安全安心で世界に誇れる旬の味覚です。農家の皆様が一玉一玉一生懸命育てた美味しい桃を皆様にも食べていただきたいと思っております。みんな食べに来てね。现在也没有改变的辅导在这里。 Future from 福島。